聞いてくれ雪村、こないだなチャチャが笑うてくれたんじゃ。おお、それはお美しかったことでしょう。そりゃもう花が咲いたようじゃった。思わず見とれてしもうたわい。近頃は実に柔らかいええ顔をするようになった。これも全部雪村のおかげじゃな。いえ、私は何も。それはさておき、真田のことなんじゃが。はい、真田には大名としての領地を安堵する。まことですか？それはありがたき。そして徳川の与力となってもらう。真田は家康殿の下につくと。家康殿は東の要、北条が従わぬ以上、徳川と真田は手を携えて北条に当たってもらわにはならん。はい。しかし父上は徳川の下につくことを良しとされるだろうか。それではチャチャ様、ここで失礼いたします。ええ、ご苦労でした。はは。そんな風に笑うんだね、チャチャは。おねね様。あ、せっかく楽しかった気分に水差しちゃったかな。ごめんごめん。いえ、ごめんなさい。あなたや秀吉様にはよくしていただいていると思っていますけれど。うん、それでいいと思うよ。え、これが戦国なんて我慢しちゃったらいつか爆発しちゃうでしょ。許せないこと、愛せないものは誰だってあるよ。だからあなたはそれでいい。でもね、そうやって時々笑ってごらん。ほら、笑う角には福来たるって言うでしょ。おねね様。ですかな。マサイキ様。
まさ忙しい忙しい。はい。何？へえ。マサイキ様。忙しい忙しい。はい。マサイキ様。アム。それはよい。忙しい忙しい。商品が入ってますぜ。また来てください。良い天気ですな。マサユキ様。豊臣から使者が参った。真田は徳川の与力とするそうだ。それは秀吉様は家康殿に配慮されたということでしょうか。我らと対等に扱われては家康も面白くなかろうからな。
駿府には私が参りましょう。人質まで出す言われはないぞ。そうではありません。豊臣の天下は近い。されどその天下はこたびこそ揺るぎないものとなりましょうか。さてな。これを機に徳川と吉見を通じておくこともこれからの真田には必要かと存じます。父上が言ってはまた喧嘩を吹っかけて来られるやもしれませんので。言うようになった。よかろう、任せる。はっ、では直ちに。よーく来てくれた、信行。真田と徳川が手を携え。もったいないお言葉。微力ながら一心に努めます。上田でのそなたの働き、敵ながら実に見事なものであった。恐れ入ります。敵などと物騒な。それも昔の話。この者の父もそのように考えておればよいのですが。ただかつ父の存念を私などが保証したところで信用してはいただけますまい。故にこそ私が参りました。天下太平のため真田もまた。もうよかろう、田中津。試すようなことを言うものではない。決してそのような。どういうことでしょうか。いいな。こちらは忠勝の娘、いいな。存じておるな。ご無沙汰しております、信行様。はい、お目にかかったことは。この稲をわしの養女とした上でお主の妻に迎えてもらいたい。な、それは。真田と徳川のより強い結びつきのためわしはお主が欲しいのだ、信行。太平のため力を尽くすと申してくれた真田信行その人がな。家康様、俺は良い跡取りを迎えられたようだが、晴れて私はお役御免ですかな、父上。戯言を申すな。まともに挨拶もできぬのか。徳川秀忠である。では家康様の。これは失礼いたしました、真田信行と申します。相変わらずお主の父は息子を差し出して我が身の安泰を図っておるのだな。なんてこと。いでただ、いい加減にせよ。下がっておれ。ご無礼つかまつった。見苦しいところを晒してしまったな。どうか。いえ、滅相もございません。予想外の成り行きに少々戸惑っています。はい、秀忠様のことには殿も苦慮されていて。私はあなたとのことを申し上げたのだが。それはお家のためとあれば稲に異論はございません。少し寂しいおっしゃりようですね。そのような。そういえば
徳川は北条とも隕石でしたね。はい、秀吉様の上洛命令に応じるよう殿は何度も北条に働きかけているのですが、あえて応じぬ北条が豊臣との戦を選べば、家康様は北条を切り捨て、家康様は大義のためならいくらでも非常になれる。それはけれど、先ほど私に向けてくれた情愛にも偽りがあるとは思えなかった。不思議な方ですね。はい、見極めるなどとそんなことを申すつもりはあり、どうかよろしく頼む。いいな。はい。はい、信行様。第十章、家族。島津を退け、九州を制圧した秀吉。天下を目前にした彼の前に立ちはだかる最後の難敵こそ、東国の雄、北条であった。秀吉は北条に上洛を促すも、北条はそれを拒否。示された明確な反抗の意に、秀吉は北条征伐を決意する。太平の世を実現するためには避けては通れぬ大戦。真田家もまた嫌おうなしに巻き込まれようとしていた。天正17年、長き乱世の終わりは刻一刻と近づいていた。はい。何？うん。雪村、一度国元へ帰ってくれるか。はどういうことですか。東国がどうにも収まらん。万一に備えて正幸殿の助けになってやってほしいんさ。北条との戦は避けられぬと。されど北条も上洛を承諾したのでは。そうですよ。そのために真田から沼田まで差し出させておいて。チャチャ様、事実でしょう。それが何のかんの言い訳をして上洛戦。沼田のあたりも相変わらずきな臭いようじゃ。情けない。関白のご意向とはその程度ですか。チャチャ様、お言葉が過ぎます。いや、まっことチャチャの申す通り、面目ない。おやめください。秀吉様、承知しました。上田に戻り万一に備えます。頼む。三成にはわしから言うておく。異彩は正幸殿に任せる上、吉成にな。はい、
急ぎ出立いたします。茶々様、さればしばしおいとまをいただきます。勝手になさい。この間に私も腕を上げて、次に会った時は叩きのめしてあげます。それは楽しみにしております。くれぐれもつまらぬ無駄死にはせぬように。良いですね。はっ。はい。これは雪村様。おう、北条めやりおったぞ。沼田城主の猪俣国宣が名ぐるみ城を攻めた。なんと。それでは名ぐるみ城はすでに落ちた。バカな連中だ。自ら豊臣に攻める口実を作ってやったようなものよ。ほどなく陣ぶれとなろう。出陣の用意を怠るな、雪村。異彩は父上に任せたと秀吉様はおっしゃっていた。北条が名ぐるみを攻めたのも、あるいは父上が。考えてもせんなきこと。今は戦の準備をしなくては。国宣め、早まった真似をしてくれたものじゃ。真田のいやらしい挑発に乗せられちゃったんですよ。ああ、本当あいつら腹立つ。でもこれで戦は避けられないでしょうね。やむを得ません。もとより秀吉に従い関東の民を豊臣に委ねることなどできる話だったのです。宇島さん、力による支配を許しては北条の名折れ。関東の武者の誇りを見せてやりましょうぞ。はい、宇島様。雪村様。雪村様。良い天気ですな。ご苦労様でございます。雪村様。雪村様。忙しい忙しい。良い天気ですな。なん？はい。
はい。出陣する。真田を支える力となりましょう。兄上、ご無沙汰しております。久しぶりだな、雪村。父上も息災なご様子で何よりです。お前もな、稲殿も久しいな。はい、父上。雪村殿、どうかよろしくお願いいたします。雪村で結構ですよ、姉上。はい、雪村。父上、こたびは先人の端に加えていただき、戦場でも凛とした花のようであったが、こうして改めて対面するとなお可憐であるな、信行。父上、恐れ入ります。信行は下方者よ。どうかよろしく頼む。よろしくお願いいたします、姉上。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。うちの殿様、お世辞とか言えたんだ。正幸様は口八丁だもん。でもまあ、信幸様が奥さん迎え、徳川の重臣の娘でも、まあそれが家族ってもんでしょ。へえ。それにしても、あ、なんか言った？別に。兵糧溜め込んでんな。こいつを放置しちゃ小田原は落ちねえぜ。作業を積むか。あの倉庫が空きじゃん。潰し放題だね。かようなところで賞を落とされては話にならん。皆油断せぬようにな。これは序の口、本番はここからだ。
法はないのか。雪村、大丈夫なのか。ここで倒れるような男ではない。それより他にも偽造した兵がいるやもしれん。破滅にまとめて処分するには燃やすのが一番です。では母上、なんて真の強い戦い方をなさるんだ。余興がこれで終わりで面白くなかれ。あいつまだ。雪村様、場外へお逃げください。バカ、戦はまだ続いている。私だけがそんな。怪我人は足手まといだって言ってんだよ。分かってんでしょ。すまね。早めに城の中枢をつければ一泡は吹かせられる。潜入させた忍びはそろそろ動きを見せる頃である。全てあらかじめ手を打ってあると。これが勝つべくして勝つ軍略というものか。兵糧がなくなってしまう。正幸殿の読み通りか。根こそぎ殲滅するしかない。雪村様、ちゃんと逃げてくれたかな。いくらあの人だって怪我をして戻ってくるほどバカじゃないでしょ。そうですね。そうに下ればよいのに。父上の戦ぶり学ばせていただきます。どうやら少しは楽になるか。
争に下ればよいものを。申した。かくなる上は城内に蓄えた兵糧だけでも我らの手で守りましたぞ兄上。討ち取ったり。爪が甘かったか。九層の子を噛むと心せねば。そろそろに下ればよいもの。相手ではなかったか。威張ってるだけじゃないんだ。父上の軍略、味方であればこれほど心強いものはないわね。ただ味方ですら混乱する時があるから。信行様、父上に対してそんな。これだけの兵糧を蓄えるとは、北条も大したものですね。いざという時は八方城や八王子城にも運び込むためだ。まさに物資の集積地。ここを第一に狙ったのは正解だった。よくもこれだけ溜め込んだものであるな。
予想に下ればよいものだ。大道寺の首を取ればいいじゃねえか。父上の戦ぶり学ばせていただきます。あとは私に。
今しばらくは持ちこたえられる。このままではまずいな。ギラ兵を一掃するか、大地を倒すか。誰に似たのか。次はどこを落とすか。わしはどうなってもよい。この孫の命だけは助けてもらえぬか。城外にはまだ敵がいるはず。雪村様には近づかせない。先輩、逃げるなら今のうちだよ、サスケ君。それが賢いとは思うんだけどね。まあそういう意味じゃあんたも賢くないからにゃ。はあ、あんたに言われたくないんだけど。Stop!
が！悪い子捕まえた。あんた何してんだよ。雪村様。二人とも無事か。はい、雪村様こそ。おけがは。何やってんだって言ってんだろ。サスケ、あんたを落ち延びさせるために俺らは残って戦ったんだ。それをのこのこあんたが戻ってきてどうすんだよ。台無しだ。バカじゃねえのか。ちょっとあんた落ち着きなよ。そなたの矜持を傷つけるような真似をしてしまったのなら謝る。だからそんな。だがそなた何言ってんだ。手下のために命かけるってのかよ。手下ではない。はあ、そなたたちも家族と同じだ。雪村、最善を尽くす。やってみろ、新入り。小田原城はもう目の前。道中を阻む市場を早々に落とし、進軍いたしましょう。うん。できるだけ早く終わらせたいものだ。家康様。殿はどうにか北条攻めを避けられぬものかと苦心されていた。到底喜び勇んで進軍する気にはなれんだ。ならば手加減をしろとでも言う気ですか。ダメです、ダメすぎます。無用な犠牲を出さぬよう最速で小田原を囲み、そうして一日も早く戦を終わらせることこそ。吠えたな。ならばあの城一日で落としてみせよう。言われるまでもありません。いいの若様、存分に働いてみせます。山中城と足柄城、この二つの城を同時に攻め落とす。無用な犠牲は避けねばならぬ。できるだけ早く攻略するのだ。出過ぎておる。自重するのだ。全軍全速力で駆け抜け、我らの速さを見せつけるのだ。山中城と足柄城は対豊臣の最前線である。我々こそ北条の守備の要。この地で敵を足止めし、できる限り敵の戦力を削ぎ落とすのだ。おー、敵の予想を上回る速さで攻め上らん。敵は混乱し、士気も下げられよう。守備を固めよ。防衛に徹するのだ。Thank you.
程度で俺に傷一つ残せない。
俺に傷一つ残せない。敵将討ち取った。三の狂わが落ちただと？敵はもうすぐそこではないか。大先で丸へたどり着いた。急ぎ制圧し敵の士気を下げるのだ。ってことはないですよね。敵将、我が年次の記憶に染めて。敵将、我が年次の記憶に染めて。大先デマルが奪われただと。まさかこれほど早く落とされるとは。目覚めそう。
に傷一つ残せない。北条の滅びは避けられない。豊臣の天下が定まります。お前は悔しそうだな。殿はそんなさまつなことは気にしておらぬがな。太平がなればそれでよい。肝心はどうお考えなんですか。殿が立たれるとき我もまた動く。その覚悟をしておればよい。それだけのこと。前の家康様があれほど骨折りくださって北条は何故戦に及んだのでしょう。秀吉のやり方に何個従える。それで北条が滅びてしまったら氏政は氏康殿や北条のため散った兵たちに何と詫びるのであろう。ここまで押し込まれるとは。敵将を討ち取る。首相を討ち取るのが速攻には最善。ここで決めさせてもらう。勝手なことを。この城は断じて渡さるぞ。全軍全速力で駆け抜け我らの速さを見せつけるのだ。おー山中城と足柄城は対豊臣の最前線である。我々こそ北条の守備の要。この地で敵を足止めし、できる限り敵の戦力を削ぎ落とすのだ。おー無双無双、敵の予想を上回る速さで攻め上らん。敵は混乱し士気も下げられよう。するのだ。外石でまるへたどり着いたか。急ぎ制圧し敵の士気を下げるのだ。デマルが奪われただと。まさかこれほど早く落とされるとは。貴様、我が年次の記憶に留め。程度で満足ってことはないですよね。誰に挑むとは勇敢な勝負だった。レゾンの勝負。時には引いてみせねばならん。この程度で満足ってことはないですよね。急げ。程度で満足ってことはないですよね。
この程度で満足ってことはないですよね。一つ残せない。貴様ら程度では
俺に傷一つ残せない。本丸へは絶対誰も通さんぞ。敵を倒すのみが忍びの技にあらず。ここは砂術を用い、はい、よし、本丸は近い。急ぎ三の車を制圧するのだ。ついに来れるか。配送。本田兵八に挑め。彼に挑むとは勇敢な将だった。大先デバルが奪われただと。まさかこれほど早く落とされるとは。傷一つ残せない。この程度で満足ってことはないですよね。ってことはないですよね。命に代えてもこの城を守ると誓った者を。無念。宇治政様、宇治直様、申し訳ありません。戦を長引かせずに済んだようだな。みんな、実によくやってくれた。
日和じゃ。捜索捜索。